こんな状態です。緩めちゃおう。バカ野郎。絶対やっちゃダメなんですよ。はい、整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対しては根本的に解決していこうという患者さん向けの動画になります。もしあなたがですね、3件以上の整骨院、整体院、病院に通っても痛みが改善していない、もしくは痛み止め湿布を使って痛みをごまかしている、そんな方であれば、ぜひねこの動画を見て根本的に痛みを解決してみてください。松田さん、はいよ。首が痛くて、うん、ストレートネックなんですけど診断された？ほうほうほう。ひどい時は頭痛まで起きることがあって、結構ひどいですね。そうだな、原因にもよるな。ちなみにどんな時が痛いとかってあります？日中こうパソコンに向かって作業してたりとか。典型的ですね。ちなみにどの辺が痛いとかってあるの？首の付け根だったりとか。ここ、はいはい。あの首の裏側の方、はい、はい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 。いわゆるなんか肩こりにも似た症状なんだけど、なんかこうあーって毎回揉んじゃうし、なんか痛いな首こりがみたいな感じの、それはですね、典型的なやつなので、まあメカニズムを知ると治療する場所とかも分かってきますけど、ちなみにどこ治療した方がいいとかってあります？自分の中で首揉んじゃえばいいんじゃないかな。バカ野郎それ私の動画は何を聞いてたんですかあのこれは基本的には揉んでも揉んでも解決しないし、なんなら揉んじゃうと逆に痛みが強くなる可能性高いので、あまり触らない方がいいです。わかりました。じゃあね、今日はストレートネックっていうのがなんで痛みが起きるのかっていうところと、あとはストレートネックでどこ治療するべきなのかっていうところ、このまあ大きく2つを紹介していって、痛みが起きる原因があのすごく大事かなと。そこが分かると治療はねこうしたらいいよっていうのはすごく簡単に分かるので、そこをちょっと紹介したいなと思いますけども、ではちょっと本編いきましょう。はい、じゃあですね、ストレートネックのまずメカニズムですね。で、メカニズムは、これ、ちょっと、これ、背骨があります。ちょっと頭がぶっ飛んでるんですけど、首が折れてます。はい。まあ、これ、あっち側が前側ね、今こんな風に見てますって状態です。ポコーンと出ています。これは背骨後ろ側ですね。で、ストレートネックっていうのは簡単に言うと、この状態ですね。背骨ってですね、頸椎って若干こう曲がってるというか反ってる状態なんですけど、イメージで言うとこんな風に腰が曲がってこの状態ですね。いわゆるストレートになってる状態、まっすぐなってますよねっていう姿勢で言うとこんな状態ですですか。こんな状態になってまして、こっちがまあ反ってる状態、まっすぐこう出てる状態ですね。で、じゃあこれ何が起きてるかっていうと、この背骨で見ても分かるんですけど、こんな風に前に傾いていくと、これって前に落ちそうになりますよね。頭が前に落ちそうになっちゃいます。おいおい、落ちないで落ちないで落ちないで、ギューってやると、落ちないで落ちないでギューってやると保てますね。で、なんでこの首の後ろ根っこが痛いかっていうと、非常にシンプルで、前に傾きそうなものを後ろから引っ張ってるから筋肉使いすぎて痛いんだよねっていう、痛ってシンプルなメカニズムなんですよ。じゃあ引っ張ってるから頑張ってるからご褒美で緩めちゃおう。バカ野郎絶対やっちゃダメなんですよ。なんでかって言ったら、この筋肉ってなんで働いてるんですか？前に傾きそう、いわゆる前に倒れそうなのをなんとか頑張って持ち上げてるんだよねって話です。持ち上げてるのに、なんとか頑張って持ち上げてるのに、緩めたら倒れちゃうよねって話です。で、倒れちゃったら、これどうなりますか？頭が倒れちゃいます。緩めれば緩めるほど筋肉って力が入りにくくなります。であれば、力が入らない状態で、また頑張れって言われたら、また頑張ります。そしたら筋肉が緩んで、また使って緩んで鍛えてって、これ、いわゆるこの、なんだろうね、力が抜けては入って、抜けては入って、じゃあずっと力入れさせてよっていう状態なんですよ。いわゆるずっと力入れてる方が楽なのに、緩めてまた力入れてって状態繰り返してると、これ筋肉にも負担かかってくるし、筋肉もやっぱ悪くなってくるし、痛みも強くなりやすいです。だからさっき言ったけど、痛みが出てるから硬くなってるから緩めましょう。これ絶対やっちゃダメだよって話ですね。じゃあこれもう治療できないんですかって言ったら、そういうわけじゃなくって、これ何かって言ったら、さっき言った通り、なんで前に行ってんのって話ですね。何もなく前に傾くことってないんですよ。これ何かって言ったら、いわゆる胸郭ってありますね。この胸郭。この胸郭が丸くなったら、いわゆる丸くなったら、これ頭がまっすぐ行くよねって話です。だから、これって
首の治療ってあまり私教えないんですよね。何かというと、首って結果として反ってるだけ、ストレートネックだよねって話です。この首を治療する必要がある方、そうじゃなくって、いやいや、ここってそもそもこういう風に伸びるしかなかったんだよね、ストレートネックになるしかなかったんだよね、じゃあ胸椎を伸ばしてあげたらストレートネックじゃなくていいんじゃないって話です。だからこれって治療するべきポイントどこですかって言ったら、これは胸郭、いわゆる曲がってしまった、この猫背になってしまった胸郭をしっかり治療してあげましょうね。そしたら首ってフリーになりますよね、負担減りますよねって話です。ですか？だからこれって筋肉緩めるじゃなくって、この胸郭を伸ばしてあげるようにやってあげるのがポイントだってことはぜひ覚えてください。ですか？だから首の治療はしなくていいです。あ、ほぼほぼね、しなくって、どちらかというと根元にあるこの胸郭をしっかり伸ばしていこうっていう治療だと思ってください。はい。じゃあですね、ここまで来たら、じゃあどこ治療するべきなのっていう話なんですけど、大きくですね、これは2つあります。何かっていうと、まず、胸郭が丸くなってるから首が前にこういう風になってるんだよねって話です。であれば、これ、丸くなってるっていうのは2つ大きくあって、まず、この胸郭といって肋骨のところが丸くなってるパターン。もう1つは、肩甲骨が外側に行ってるって、こういう状態。大きく、この二つなんですよ。もう一回言いますよ。胸郭がこう丸くなってる状態。もしくは肩甲骨が外側に引っ張られてるって状態。なんで、この二つのどっちかかっていうところでまた治療が変わってきます。で、まず一つ目として、肩甲骨を寄せるってやりましょう。どうするかというと、後ろで手を結んでもらって、後ろから手を組んでもらって、内巻き、手のひらが内を向くようにぐっと胸を張ってください。そうするとこんな状態になります。そうすると肩甲骨が外側に行ってるのが内側に行きますね。内側に行った状態で、これで首を動かしてもらったりとかした時に、痛みが変わる、もしくは楽になっている状態であれば、肩甲骨が外に引っ張られているのが原因になっている可能性があります。で、もう一つが胸郭がグーッとなっている状態。で、これは胸郭が前に引っ張られちゃってますから、前の筋肉硬くなってるんですよ。なので、これね、脇ありますよね。脇があります。脇に手をこう入れてもらって、こう前側を挟みます、ぐっと。これ大胸筋って言いますね。で、大胸筋をこう挟んだ状態で、硬さがあるところです。硬いとこ、あ、痛気持ちいいなっている場所。痛ち気持ちいいなっている場所を触って、これ、肩に手を置いて、こんな風にぐる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 回します。だいたい10回ぐらいこう回してもらって、これで首を動かしてもらったりとか、やった方の肩を触ってみた時に楽になってる。これであれば、基本的にはこれは胸郭、いわゆるこの胸郭が前、硬くなってますから、この胸郭が硬くなってるのが原因。肩甲骨が後ろに行くことによって楽になるのか、もしくは大胸筋を緩めることによって楽になるのか。ですね。っていうところを見極めてって、あ、大胸筋やった方が楽になるなってことであれば、胸郭が前になっていることが原因だし、逆に肩甲骨が外に行ってるのをこう寄せることによって楽になりましたことであれば、肩甲骨に対して治療しましょうよねって話です。ですか？だから、どこを治療すべきかっていうのはちゃんとね、評価をして決めていく。ね、決めてって、どこを治療するか、肩甲骨ってなれば肩甲骨をじゃあ内側に寄せるためには、じゃあ外に引っ張ってる筋肉は前鋸筋だからここに緩めましょうねっていうふうに繋がってくるわけよ。これを何も分からずにただただ治療やったりとか、首の肩こりやったりとか、マッサージだけ受けてると、逆に悪化しちゃうよって話です。根本的に解決しようよってことがすごく大事。じゃあ根本的に解決するのに一回で改善できるか。この姿勢どれだけ作られた？どれだけの時間作った？この姿勢になるためにどれぐらい時間かかったか、やっぱ10年20年かかってるわけですよね。いや、そういえば中学校の時から姿勢悪いって言われてたなとか、じゃあその中学校の時に言われてて今40歳ですってなれば、これ20年以上やっぱ姿勢が悪い期間があるわけよ。これをじゃあ1回で改善するのは難しいです、はっきり言います。やっぱこれはね、やっぱ自分で知識を持つのもそうなんだけど、やっぱ直すっていうこと、改善するってことをしっかり自分の中で落とし込んで、改善するっていうことを意識していただければ改善できます。ただそのためにはやっぱりこう時間が必要だってことはぜひ理解してください。私たちもこう整体院とかでは時間かかりますってことをちゃんと言ってます。しっかり時間かけていけば改善できるようになるし、これを1回でって言われたら難しいっていうふうにはうちで言ってますね。でもしっかり改善してるんだったら、時間をかけて改善できるんだったら、しっかり改善できる可能性高いですから、今日の話聞いてストレートネックをしっかり改善したいとか、腰の痛みを改善したいってことであれば、ぜひねこの整体院復活やらせてもらってますので、概要欄の方に貼っとくので、そちらの方からねぜひね、あの全国北海道から福岡まで全部やってますので、ぜひね問い合わせしてみてください。はい。あとね、今日の話よかったらチャンネル登録していただけるとすごく励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。あとね、コメント高評価いただけるとすごくあのこちらの方も励みになるので、ぜひよろしくお願いします。ストレートネックっていうのは、いわゆるこの首の筋肉緩めちゃダメですよ。いいですか？頑張ってるだけなんで。じゃなくて、この根元の胸郭、ここをしっかり張れるようにしてください。これがね、根本的な解決になってきますので、ぜひね、あのこれを意識しながら、ストレートネック解決していった痛み、改善してみてください。では、今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。